漢字問題。読み間違いやすい漢字が全部で24問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は愛の手。歌と歌の間に入れる楽器だけの短い演奏のことです。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は曲げ物。ヒノキなどの薄い板を曲げて作った容器です。第3問、これ何と読むでしょう？正解は出湯。地中から湧き出る湯、温泉のことです。第4問、この漢字何と読むでしょう？正解は細切れ。細かく切られたものです。第5問、この漢字何と読む？正解はおきゃん。若い女が活発すぎて軽はずみなことです。第6問、この漢字何と読むでしょう？正解はのぶれば。書簡の初めに使う語、申し上げますがという意味です。第7問、これ何と読むでしょう？正解は洗剤。草木を植えた庭、または植え込みのことです。第8問、これ何と読む？正解は二人組。今は二人組も許容はされていますが、元は二人組です。第9問、この漢字何と読むでしょう？正解は現山。参上して目上の人に対面することです。第10問、これ何と読むでしょう？正解は線を越す。相手に先んじて物事をすることです。第11問、この漢字何と読む？正解は少雨欠航。少しの雨であれば予定通り行事を実施することです。第12問、この漢字何と読む？正解は五詰め。
先陣の後方に待機している軍勢のことです。第13問、これ何と読む？正解は両目。はかりで測ったものの重さのことです。第14問、これ何と読むでしょう。正解はことにする、別にする、他と違っているという意味です。第15問、この漢字何と読む。正解はあだ情け、かりそめの儚い愛情です。第16問、これ何と読むでしょう。正解は嗅覚、匂いの感覚のことです。第17問、この漢字何と読むでしょう。正解は行くとせ、何年、どれほどの年数という意味です。第18問、これ何と読む。正解は彩色、色をつけること、彩りのことです。第19問、この漢字何と読む。正解はしっこし、度胸のことです。第20問、これ何と読む。正解は短冊、紙などを細長く切って短文の字を書くためのものです。第21問、これ何と読む。正解はおしなべて、全体にわたって一様にという意味です。第22問、この漢字何と読むでしょう。正解はよぎる、前を横切る、通り過ぎるという意味です。第23問、これ何と読むでしょう。正解はかぐわしい、良い匂いがする様です。第24問、最後の問題です。これ何と読む。正解は一乗の夢、すぐ消えてしまい持続しない夢のことです。